バキライのコーナーです。今日のゲストには声楽家のコントラルト国井美香さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。国井さん、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。もう本当に素晴らしい方ですよね。とてもお綺麗ですし、コントラルトの歌手ということで、はい、お話いろいろとお伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、まず国井さんのプロフィール、私の方からちょっとご紹介させていただきたいと思うんですが、国井さんは先ほどもねちょっと話しましたが、高萩市出身、そうですということなんですよね。はい、はい、高萩のどちらなんですか？あの高萩市春日町。春日町、はい、駅前なんですよね。あ、そうなんですか。いいところですね。そうです。はい、そしてイタリアに住んでいらっしゃるということで、はい、イタリアでおよそ25年、はい、声楽家として活動をされていらっしゃる、はい、ということなんですね。声種、声の種類はコントラルト、はい、こちらはアルトになるわけなんですね。そうです、はい、こちらは現在イタリアレザーナ市に住んでいらっしゃるということですね、はい、そうです、はい、イタリアでの活動が今は主に行われているということですか？そうですね、はい、そうですか。そして今ね、日本に帰国されていらっしゃる、ということなんですね、はい、はい。そしてこのコントラルトについてなんですが、これはどういった声楽なんですか？はい、あのクラシック音楽の中で、はい、あの女性の声域の部分で低音部を指すんですね。低音部、ですから、あの女性の高い方を歌う方はソプラノと言いますね、はい、でその下がメゾソプラノ、メゾソプラノ、メゾソプラノの下がアルトで、はい、一番低音部で聞かせるんですけど、はい、私、はい、昔はソプラノだったんですよ、実は。あ、そうなんですか。昔からの3オクターブぐらい声域がありまして、それで若いうちはね、はい、その高い高音部をよく使ってたので、ソプラノだったんです。で現在は高音部をなくして、あのその低音部、中間から低音の、はい、あのしっとりした、はい、またいいですね、そういう、はい、なんか不安とした雰囲気の低音部を聞かせるということで、はい、コントラルト歌手となりまして、はい、そうですか、はい、オペラ中心ではなくて、今はあの、はい、バロック音楽とか、バロック室内歌曲とか、そういったものを演奏して、はい、お届けしております。そうなんですか、はい、ちょっとここで早速なんですが、はい、この国井さんの素敵な歌声を聞かせていただきたいと思います。こちらどんな曲になるんですか？はい、聞いていただきますのは、はい、愛の喜びという曲で、はい、あのフランス語なんですね、はい、であの当時あの、フランス革命があった時代、はい、マリー・アントワネットさんが好きだった流行歌ということで、そうなんですか、はい、流行歌って今クラシックとして伝わってますけれども、はい、ちょっと面白いんですよ、この歌が。お聞きになった方は、かか、ね、はい、多分これを聞いて、あの曲かっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、はい、聞いたことありますよね、ありますね、有名な曲ですね。そうですね、柔らかい、そうですね、うん、素敵ですね。ありがとうございます。なんでこんな素敵な声が出るのか、まず疑問なんですけれども、はい、すごいですね、癒されますよね、はい、そうね、やっぱり訓練ですね、はい、そうなんですか、はい、そしてこういったね、まあ、音楽をやることになった、そしてイタリアで、はい、声楽家として活動されることになったきっかけっていうのはどういったところですか？そうですね、あの私は武蔵野音楽大学を卒業しまして、はい、その後にあの研修期間があってオペラ歌手になろうということを決めて、でそのプロになってもデビューしていたんですね。そうなんですか、はい、で 2,3 年プロとして日本で歌っておりまして、はい、その期間にこれは絶対本物じゃないって、これは違うっていうことを自分で気がついて、そうなんですか、そうなんです。であのそのことを家族でちょっとこうお話をして、はい、その中であのうちの父が、はい、あのクラシック好き で、FM ラジオで聞いて、はい、それでいろいろ出勤中に、はい、その日本人の歌手と外国人の歌手の違いっていうことがはっきり分かるんだよね、実はって、自分でもなんか違うんじゃないみたいなことを、あの父が言っていたことがありましてね、でそう今本人はすごい後悔してるんですけど、はい、自分の娘が向こうに行って住んでしまったということに関して、そうですね、じゃあそのお父様の、まあ、後押しですね、イタリアに
ぜひ勉強しに行ってきたらっていうのがあったわけですね、はい、あったんです。でただ私もちょっとこう行ってしまったら行ったんでは物足りないなっていう気持ちがあったので、どうしようかなっていうことをでいろいろ考えてるうちに、あの国際ロータリー財団の奨学金制度があるっていうことを聞きまして、でそれをあの地元のロータリークラブの高萩ロータリークラブの方にお伝えしたところ、じゃあ推進してあげますので試験を受けてくださいっていう話になりまして、試験、はい、ペーパーテストが、そうですね、割とペーパーテストがありまして、でそこは合格したんですよね。でそれで安心してはいけないよって言われて、はい、っていうのは実はね、はい、あの語学試験、イタリア語ですか。そうです、わそうです、その、 あのペーパー試験プラス会話の試験があるんですね、会話語ですか。で大学時代にイタリア語の勉強してましたけれども、はい、そうですか、あのそちらの語学の会話までは行ってなかったんです。会話となるとやっぱり難しいですね。難しいですよね、もう考えてる時間がなくてすぐ、ね、お話ししなきゃいけない、キャッチボールですからね。そうですね、でその、試験を、パスしなきゃ向こうに行けないんだっていうことが分かって、もう必死で勉強して8ヶ月で8ヶ月そうなんです、イタリア語習得したんです。そうです、8ヶ月、会話まで、そうですね、素晴らしいですね、ということを思い出しまして。そうなんですか、はい、でも猛勉強されたんですね。そうなんです、はい、そうなんですか、そういった経緯でイタリアに行かれて、はい、イタリアで現在活動されているということなんですね。そうですか、そしてそのまあイタリアでの、ね、いろんな活動があると思うんですけれども、はい、その中でなんとローマ法王にお会いしたというふうにお伺いしたんですが、はい、そうなんです、それはなぜそういうふうに、はい、きっかけはですね、はい、あの私そのローマ法王の御前演奏が2005年だったんですね、はい、で2004年1年前にあの実はフランスのアビニョン市にある教皇宮殿というところの中のコンクラベホールというところで、はい、あのリサイタルをしてくださいという依頼がありまして、でそれはどういうものだったのかっていうと、はい、あのイタリアの詩人はい、があのフランチェスコ・ペトラルカという方がいらして、その生誕700年にあたる年だったんです。そうなんですか。その記念コンサートで、そこの模様があの法王庁に伝わったらしいんですね、はい、それからあの話がなんとか突然来たんです。それもそのお話、はい、実は留守番電話に留守番ラインがあって、これ絶対に冗談だろうと信じなかったんです。なんか半信半疑になっちゃいますよね。そうです。本当にそう、そんな風に自分でも思ってなかったんで、まさかっていうことがあって、で地元の教会の方にお話しして、はい、であのそこでちょっとこうやっていただく、本当にそうなのか確認してくださいっていうことをお話ししまして、で本当にそうだったんですね。わーすごい。ということで、魔法から、そうなんです。それがもう、はい、それからいきさつがそういうことで、なるほど。でコンサートに、そうなんです。それでね、前日のそのリハーサルでホールに入った途端にうわっと驚いて、すごいマンモスホールで大きい、すごかったです。そうなんですか。はい、ステージも幅も奥もすっごいでっかいっていううちに、はい、大きいんじゃなくてでっかいんです。本当にもうでかいという大きいじゃないんですね。そうです。じゃあそれぐらいのマンモスホールでは初めての体験だった。そうです、初めてです。そうですか。こんなところで本当に自分でしっかり歌えるんだろうかっていう不安に、ね、そうなんですよね。そうですか。ただあのリハーサルではちょっと緊張感がありましたけれども、本番はね、なんか不思議な力に支えられて、あの思いっきり、はい、リラックスして歌えたなっていう。さすがですね、はい、実はその様子の DVD を今日は持っていただいているということなの で、はいでね、ご覧いただきたいと思います。すごい人が、そうでしょう、これテレビの生中継。あ、テレビの、あ、そうなんですね。しかし出版許さない。なので、ね、そうです。
ございます。これは高い。そうです、この当時あのソプラノで歌っておりまして、はい、そうです。でも何というのかな、ラダムステという曲で、はい、あの神を称えましょうという岬の曲で、そうなんですか、はい、モーツァルトが作曲したんですね。で、ホーがモーツァルトが大好きで、はい、というそういう安易な気持ち で私も好きだったので、この曲を選んだんですけれども、1年後に知ったことなんですが、はい、王様この曲本当に大好きで、そうなんですか、青年時代にご兄弟で家を抜け出してこっそりザルツブルク音楽祭でこの曲を聴いて感動して、その会話のがこのインターネットに載ってるんですよね、それを後で分かって感激しちゃったっていう、はい、そんな思い出があったけど、偶然の一覧です、はい、選ばれたということで、そうなんです。あ、じゃあロボ嬉しかった、嬉しかったじゃないですか、ね、うん、そうですね、そうですか、もう意思の疎通もぴったりというか、はい、そうだったんですね。どうでしたか、お会いした時の感想というか。あのね、はい、すごいあの、温かい方 で、そうですね、でそのお会いした時には、はい、フォーになられて2ヶ月しか経ってなかったんですよ、うん、そうだったんですか。それでイタリア人もみんなあのどんな方か人柄もわからなくて、あのドイツ人らしい、なんていう、物事をきちんと冷静に判断して、あの処理していくっていう、そういう冷たい、ちょっと冷たい部分があるのかなっていう、そういうところで私も謁見の場面でそういう緊張していたんですが、はい、ところが全然違って正反対で、すっごい優しい方で、そうなんですか、はい、私は国井美香と申しますで自己紹介をした時からもう、あの、ああそうですかっていう、もうにこやかに温かい眼差しで迎えてくれて、嬉しいですね。その中でですね、もっとものすごいあの嬉しかったことは、はい、あの方がすごいクラシックに造形が深いということが分かっていたので、はい、どう自分ではね、どういう評価をされているのかっていう、緊張しちゃいますね、緊張がありましたけれども、はい、あのモーツァルトこれすごいテクニック的にはね、すごい難しい大ミサ曲なんだけれども、はい、あなたそれを見せないでね、はい、本当に笑顔でモーツァルトがこういうふうに演奏してほしいだろうっていう、そういうイメージで、はい、とても上手にあの思いっきりね歌ってくれて、ありがとうっていう、そのありがとうっていう言葉を聞いて、よかったなって本当として、とてもなんか笑顔で歌ってらっしゃる、そうなんですよ ね、 そうですね、ですからね、本当に嬉しかったです。嬉しいお言葉です ね、 ね、ですからそのことをね今でも思い出すんですけれども、こう苦しいなっていう時にこの場面を思い出して、はい、はい、自分でも頑張らなきゃっていう、はい、ファイトが湧いてきます。そうですよね、はい、そうなんですか、その時の映像もあるんですよね、はい、そうなんです、はい、ぜひご覧ください。こちらお話されてますね、はい、すごくお優しい感じですね。そうなんです、私の手を通ってね、はい、あ、これは感激ですね。そうです、はい、ですか、やはりね、こう難しい曲ですけれども、はい、笑顔で歌われるというところがやっぱり素晴らしいですよね、はい、やはりそれがこうね、辛い時の奮起になるというのが、そうなんですね、とてもいいですね、はい、はい、ということでロマホーにもお会いして歌を歌われて、うん、花ちゃん感動しちゃいますよね、本当になんか私もちょっと鳥肌立っちゃいます、ね、本当に素晴らしいなと思うんですけれども、はい、そんな国井さんなんですが、いろいろと茨城県、まあはい、ふるさとの、ね、高萩市でも、はい、たくさんの活動をされていらっしゃるんですよね。そうですね、今まであの、はい、県内では、あの地元高萩市文化会館で歌って、はい、その他はあの水戸の芸術芸文センターとか芸術館ですか、はい、それからあの日立のシビックホール、それから日立市民会館、はい、そしてあの栃木県では、はい、あのツインリンク茂木というところがあるんですけれども、はいはい、そこであのオートバイの世界選手権のレースがありまして、はい、あの GP、 元 GP という、元 GP 有名ですよね。そうですよね、その日本グランプリで、はい、あの2年連続国家選奨読書をしてほしいということでお願いされまして、はい、それであのその場面で、はい、あのイタリア人の人気スターで、はい、バレンティーノ・ロッシさんにお会いして、かっこいいですね、はい、あとカピ・ロッシさんにもお会いしました、ね、はい、未だに
時々メール交換とかやってるんですので、そうなんですか、それを機会にお友達になって、そうなんです、あ、羨ましいですね、はい、すごいそういう経験もありまして、そうなんですか、はい、でもね、ロスさんもイタリア人ということで、そうです、ね、そのなんかイタリアのつながりみたいなのも感じられるんですか、そうですね、で彼らもなんで日本人のくせにねイタリア語話してここにあなたいるのっていう感じでそういう感じで最初お会いした時はそう聞かれまして、あ、そうなんですか、実はこうでもこうでやってるんだよみたいな、はい、日本でそういった出会いがね、そうですね、あったということなんですね、はい、そうです、そして今後の活動についてもいろいろなのありましたらぜひ教えていただけますか、はいはい、今回帰国しました理由は、はい、高萩市 の市政60周年ということで、はいはい、リサイタルがあるんですね、お、はい、でこのリサイタルに向けて、はい、豊田章男さん、サキソフォンの奏者なんですけれども、高萩出身なんですか、そうなんです、彼も出身、はい、高萩出身で高萩小学校中学校それから武蔵野音楽大学の後輩なんです、あ、そうなんですか、武蔵大学だったんです、ね、そうなんです、あとは小玉沙耶香さんが、はい、ピアノ伴奏で、はい、昔から の友達という、あ、そうなんですか、はい、友情出演をしていただいて、あとは高萩中学校、はい、秋山中学校、松岡中学校の計74人というマンモス吹奏楽合同なんですけども、大きいですね、はい、彼らと一緒に共演できるという、あ、そうなんですか、ステージ一緒にできて街ぐるみでこの市政60周年記念をお祝いしようという、はい、へー、はい、すごいですね、これ幕開けなんです、この記念が幕開けなんですか、はい、そうなんです、もちろん国井さんの歌声も素晴らしいんですけど、はい、そういう高萩の地元の子どもたちと一緒になってやっていくんですね、中学生たちにとってもいい経験になりますよね、そうですね、で実は私ね、はい、声楽に入る前に中学生時代、はい、ホルンを吹いて吹奏楽部だったんです、そうだったんですか、ですからそういうこともありましてね、子どもたちの何か力になればいいなとも思ってます、そうなんですか、こちらのイベント詳細についてはですね、こちらをご覧いただきたいと思います、お日にちは1月25日土曜日ということで、もう明後日ですよね、そうです、はい、間近ですね、そうですか、はい、じゃあ2時開演ということで高萩市の文化会館で行われるということですね、入場料は大人1000円お安いですね、そうですね、皆さんに来て、はい、聞いてもらいたいという、うん、その一心で、はい、そうですか、高校生活500円ということでチケット残りわずかになっていますので、そうですね、はい、はい、皆さんぜひお早めに、こちらは高萩市の文化会館の方にご連絡すればチケットの方は購入できるということですね、はいはい、そうですね、わかりました、本当に行きたいですよね、行きたいですね、皆さんも地元だから、はい、ね、ちょっと、ね、行きたいなって、本当ですね、いらしてください、はい、ぜひたくさんの方にお越しいただければと思います、はい、そして小西さん、ぜひ今後の目標や夢などをございましたら教えていただけますか、はい、3年前にですね、はい、実は私イタリアで結婚しまして、あ、ようやく結婚できたんですけど、おめでとうございます、主人がイタリア人なんです、おー、かっこいいですね、はい、で主人がね、現役を引退しまして、はい、昔はベニスにあります、はい、イタリアの国立歌劇場の音楽監督で、すごい、はい、35年勤務しまして、それを音楽つながりで、はい、そうなんです、それを辞めて、はい、で現在はイタリアの国内の音楽クラシックフェスティバルっていう、そういうものを作りまして、はい、で今年が2年目に入るんですけれども、そうなんですか、はい、今今年ちょっと幅が大きくなって、はい、もう膨らんできてるらしいんですけれども、すごいです、ね、それをね実は日本に持ってきたいと、あ、すごいですね、日本に、茨城県の皆さんにお伝えしたいということと、地元でその子どもたちを、はい、引っ張り出して、ステージでイタリア人と一緒に、は、演奏させたいなっていう、いや、すごいことですよね、2人でそういう計画を今ちょっと、あるんですけれども、将来ねそれをぜひ実現させたいなと思ってるんです、ぜひ実現させていただきたいですね、ですよね、イタリア の、ね、本場の素晴らしい音楽が茨城県、うん、高萩にやってきていろいろとコラボレーションできたら、うん、ね、もっとレベルが上がりそうですよね、そうですよね、はい、はい、国井さんを筆頭に音楽の力で茨城を盛り上げていっていただきたいですね、そうですね、そうありたいです、ぜひよろしくお願いします、素敵な国井さんのいろんな詳細についてはホームページでご覧いただけるということですので、はいはい、こちら国井美香さんで検索していただければと思います、はい、ぜひ今後の活躍そしてコンサートの方もね、はい、ぜひ楽しみにしておりますので、はい、はい、よろしくお願いいたします、お願いいたします、
本日は声楽家コントラストの国美香さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、いわきらいのコーナーでした。